町にある有名な神社の沖に来ました。沖の神というところですね。潮の時は水が流れるような感じになってるのかなってちょっと思ってます。はい、こういう感じになってます、ちょうど5時なのでですね、日本の方は、早く家に帰りましょうっていうそういうのが流れてきました。こういう感じで写真を撮ってる方も結構たくさんいらっしゃいますね。福岡からはだいたい2時間前後になっております。佐賀市の方から来たんですけれども、だいたい1時間ちょっとかかりましたね。これから博多の方に約2時間ちょっとかけて戻ってみたいと思います。それでは、いってらっしゃい。